はいどうも、おはようございます。12月8日朝6時の相場解説になります。まずデイリーを見ていただいてますけども、デイリー今形成中の陰線は上髭を出してますよね。上髭を出してる陰線ってことは、 大きく上にいくと思ったんだけども同じぐらいのエネルギーで下の方に押し付けられちゃったってことなんで買われた分だけ売られちゃったってことですねここにはやっぱり利益を確保した人が結構いるっていうふうに見えるわけなんですけどもどちらかというと含め益を取っているというよりもね利益確定が多かったんじゃないかなっていうふうな見解ですでこちらの要線がいっぱい出てますよねこれは含め益を抱えてらっしゃる方が多いということで見れるんですよねというのが利益確保するとその分だけ下の方に圧力いきますんでね、まあ、単純にそれだけではないんですけども で見えるのが包み足なんですよここ包み足を出して、えー、上昇してますんでこれ一時的にねここの矢印の先にある陰線が出ても結局は上の方に伸びていくというふうに思いますもしこれが下の方に下がっていくようだとこちらの方のもう一個の矢印の方が利益確定を進めたってことになると思いますね減少、えー、を捉えていくとこうですけども4時間ではどういうふうに解釈できるでしょうか、えー ななんとなく横ばいのフェーズがこの辺にありましたけどもそこからね下の方にガクンと落ちてそれをこれから取り戻しに行くのかなというふうに上昇している最中だというふうに捉えることができますでこの上昇の最中に4時間で見るとちょっと横ばいに入ったようですよね 昨日も、あのー、午後から夕方にかけて横ばいが始まったんですよね。インセント陽線が1時間軸で入れ替わり、立ち替わりになって、え結局そのまま上の方に跳ねるかなと思ったら、そうじゃなくて下の方に行っちゃったっていうことではあると思いますけども、でも私は思うんですけども、やっぱりそうは言ってもね、あの、上昇トレンドに戻っていくんではなかろうかと思います。うん。で、ちょっと分かりませんけどね、分からないけども、私はまだそっちの意識を持ってるんですよ。ただ、すぐにはそうならないんで、ちょうど様子を見る時期ができました。それが1時間に現れてます。 ね、私の思いとしてはこのもじゃもじゃしているところからね上の方に抜けていって、えー、とここから始まる上昇トレンドを形成してくれるんではなかろうかと思ったわけなんですよこういうふうにねところがそうではなくってねレンジの方に戻っちゃいましたどういうことかっていうと今日のまあテーマにもなるんですけどもここのレンジの中に戻ってきたんですよね このもじゃもじゃを介してこのもじゃもじじゃゃが結局下の方へのエネルギーを肯定してしまったんで今日もう一回レンジオプションを取っていこうかと思いますレンジオプションを取るってことは同時にあのブレイクアウトもね準備しとかなくてはいけませんので運よくこの境目でねちょっと黒で書きましょうかこのあれすいませんこの境目に立ち会うことができたらその時はあレンジオプション終わってブレイクアウトもできるし レンジオプションが継続するだったらベストなタイミングでエントリーもできるしってことです。まあここはまあ運任せもしくはその運の確率を高めようと思ったらちょくちょく見に来ることかなと思います。えー、つまりレンジオプションというのが決まったらちょくちょく見に来ることによって利益の可能性は非常に高まりますということをね今日のテーマとしてお届けしたいと思います。今日はレンジオプションです。えー、上と下の価格今黄色で書いてますんでねここを目安にしてください。それではまた追加します。お疲れ様です。